起訴状などによりますと、海野秀雄被告88歳と松田秀美被告71歳は今年5月、共謀して江別市内の空き家に忍び込み、ウイスキーなどを盗んだとして、海野被告が常習類犯窃盗、松田被告が窃盗などの罪に問われています。札幌地裁で9月10日に開かれた初公判で、海野被告は起訴内容を認めましたが、松田被告は盗みをする目的で運転したが邸宅侵入と盗みはしていないなどと主張しました。検察側は2人が別の事件で服役していた札幌刑務所を出所後、一緒に空き巣を繰り返していたとして追起訴する方針です。